では今日は、PP814814 番のイエローのフィンガーカットコム、こう持ちやすくて回しやすくて、あのすごく弾力があって使いいいリングコムですを1本と、あとはピンのみ で今日モデルさんのイメージがあの少し可愛い系のお洋服だったので軽く巻いてみました。で特にワックスつけたりいろんなことはしてなくて、で今日は一度ここでピニングしてこのカールをあの横一線で遊ぶっていうカジュアルなヘアセットをしてみたいと思います。まず、バックコームをしたりとかあのそういったタイプの仕事ではないので、頭を正中線、あのバックを2つに分けて、まずこの2つに分けたこちら側からラインを作っていきます。でどうやって作るかっていうと、放射線状にスライスをします。そしてその放射線状にスライスした髪の毛をカールがちょうど適度な位置で出る位置で絶壁にならないようにこうプッシュしてピニングして、それで毛先を遊ばせるというカジュアルなヘアアレンジです。こういう感じでピニングをします。でこの毛先を遊ばせる、ただこれだけのことなんで、まあおそらく10分もかからずできるようになるようにあの作ってみました。で前のバングもちょっとこの洋服のイメージ、またモデルさんのイメージに合わせ、そして全体にこういう形で持ってきましたので、ちょっとこれもニュアンス的にカールのヘアアレンジで、ヘアスタイルっていうのは本当にモデルさんによると思ってるので、毎回そのファーストインスピレーションで初対面の時のイメージで最初の頭って作るんですけど、まあ、今日はモデルさんが見た感じがもうまさしくカールだなと思って今作ってみました。でこう全部カールにしました。で普通は見せピンはしないんですが、さすがにここは隠し止めだと止まらなさそうなのと、まあパーマがかかってるわけでもないのでちょっとだけは見えてしまう感じですね。まあ一般のサロンでもうちょっとセレモニーの時なのにちょっとカールの似合いそうなお客さんだったら少し面白いんじゃないかなと思います。今これモデルさんも見えてないのでちょっとモデルさんに見せたいと思います。でその後オープンしようかな。この鏡で後ろが見えるのでこっちで見てみてください。見えますか？見えた？はい。どうですか？かわいい。面白いでしょ、はい、間違いなく初めてやった頭だと思うんで、はい。